佐久間 P リベンジマッチポーカーフェイス編。えい大丈夫かポーカーフェイス編はい、どういう企画？テニスってメンタルスポーツって言われてるじゃないですか、はいはいはい、で編集で試合を見てて佐久間さん結構メンタルのこう気分がすごい喜んだりこう落ち込んだりってどちらかというとこっちにこうとかねリアクションもね激しいからっていうので激しいタイプ、はい、うん、で今日はポーカーフェイスでやられるということで、なんか全然喋らないですね。一人だけ嫌な雰囲気が漂ってますけどこういう感じで何を考えているのか分からなくするということで、うん、自分のメンタルがバレないようにすると。そうですね、まあ、もちろんねポイント取った時とかは多分ガッツポーズしたりよしって感じはあると思うけども、うん、まあ、失った時とか相手にねこうやられた時もしくは自分がチャンスボールでミスった時にこう自分で自分を落としてしまうようなことがないようにということで、あまり今日は喋らないそうなので、本当に今日は喋らないということで、はいはい、まあ、僕はアドバイスをねところどころしながら、うん、やっていきたいと思うんでいいですか。はい、よろしくお願いします、はい、ポーカーフェイスです、はい、じゃあゲーム形式は、はい、ルールは3オールになるとタイブレイクで5ポイント先取ですけども、はい、それまではセミ、ノーアドバンテージとかな、はい、セミアドバンテージ方式で、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、では行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとロボット調だねポーカーフェイス。ちょっと今苦けてませんでした。最後、次のポイント集中します。スタテニグッズ販売中、詳細は概要欄へ。では、はい、行きましょうか。じゃあトスをしてください。1スムースで。スムースです、はい、サーブで。はい、どうぞ。お願いします。お願いします。さあ行きましょう、はい、ちょっといつもと違う空気が流れております。違いますね。なんかちょっとなんか感情があんまり気にしないで、はい、逆に佐久間さんっぽくないな。落ち着いていきたいと思います。よし、お願いします。お願いします。うまい。ナイスさ。ありがとうございます。呼吸はしてね。呼吸はしっかりしながら。はい、ファースト入ってる。よし、寒い感じ。ナイス。今日ファースト入ってるよ。はい。相手強いな。ナイスラリー、ナイスラリー。ありがとうございます。はい、お得意なパターン。あれ得意だね得意なパターンね。オッケー、いきます。なんかよし、サーブが水分補給します。サーブいい、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 サーブ入ってます。ファーストの確率良かったです。 100% え、最後はあそこ私はいつも通り元気に頑張ります。あんまり相手見なくていいんだよ、はい、ポーカーフェイスだから。そうですね、はい、素晴らしいサーブですね。うん、いいですね相手強いでストローク戦になった時にちょっと返そうという思いが強すぎて安全にいっちゃうから、少し早めの段階で勝負仕掛けよう、はい、うん、普通にラリーしてても多分ラリーがつながればつながるほど向こうが主導権握れてこう
振ってくる可能性があって体力も取られちゃうから、はい、もう自分がいけるなと思ったら思い切って狙っていくっていう、でそれが続けてミスにさえならなければいいし、ミスになるようだったらちょっと抑えましょう。はい、うん、はい、ありがとうございます。いきましょう。さあ薄めのちょっと握りとトスを高く上げないことを気をつけてください。はい、セロワン。そう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 、その早めの仕掛け、ナイスショット。ありがとうございます。しょうがない、そうそう、もう勝負勝負、うん、相手なかなか仕上がってるから。さあもう一回、やばり強く、ジェストチャンス、いや1球もらいますよ、うん、トスもうちょっと低めに、うん、はい、ちょっと高く上がってしまってるから、うん、いいトスだ。オッケー、はい、よし、ここ一本でいこう。50-40。ありがとうございます。なんかこっちまでポーカーフェイスになっちゃう。空気がし、そうそう、確かに。さあ、さあ行こう、次次行こう、キープいきます。ちょっとダブルフォルトダメですね。ちょっと1球ずつ返してきます。じゃあすぐ挽回ね、すぐ挽回行こう。はい、思い切っていい、思い切っていい。サーブ入ってるね、うん、サーブ入ってる。ありがとうございます。すみません、いや、で、ありがとうございます。よし、よし、今日は余裕があるな。最後、はい、あ、ナイスリターン、よいしょ。なんかこっちまでポーカーフェイス映っちゃいます。しんみりしちゃう。しんみりしちゃう。私は私らしくいこう。さあ連続ポイントね、連続ポイント、はい、常に前向きなメンタリティで、はい、最後、次のポイント集中します。ラスト、いい戦術です。粘る、もう一本、ちょっと難しい時は粘る。、はい、ちょっとフレームショット多いぞ。なんか私2回言ってたかもしれない。フットワーク悪いぞ。おほほ、ナイスショット、ナイスショット。ゲームですね、ゲーム、あ、ゲーム、うん、すみません、ちょっ
と今日はあれだね、サーブいいね。サーブが、サーブいいね、はい、サーブいいから困ってるね。ストロークのミスもほとんどないし、なんか私はカモンとか言われた方が嫌なんで、あ、そう、やりやすいかもしれないです。シーンとしてるタイプがあるよね。俺もどっちかというと黙っちゃうんだけどな。でも打つとき声出ちゃうからさ、うん、声出すって一つのスキルだから、自分のテンションが上がりきれないときは態度を変えていくっていうのがやっぱ基本的なメンタリティの、まあ、基本なんだよね。だから気持ちを変えよう変えようと思ってもなかなか変えられないから、態度から変えていくっていう。声を出す、足を動かすぞ、目つきを、目線を上にする、基本的なことをできる、変えれるところを変えていった方がいい、うん、ずっとポーカーフェイス、まあ、ちょっと不気味な気持ちもするけど、はい、なんか負けてる時にあれだと余裕あるなって思うんですけど、負けてるこのままだとそ、ね、シュンとしてるから、そうそう、このままいったれ、はい、行きます、行ったれ最後の一本、うん、ちょっと決めきれなかったですね、うん、相手もすごく落ち着いてるし、バックに、ゆくちゃんのバックに打った時には、クロスにすごい来るっていうことがほとんどないから、うん、あの真ん中目からちょっとフォア側に来る可能性もあるし、うん、無理にこっちも狙うっていうよりはもうちょっとでも、浅いとか、はい、なんか自分の気持ちの中でいけると思った時に躊躇しないことだね、はいはい、うん、あのゲームのカウントも関係ないし、ゲームの進み方に関係なくやっぱ自分のやるべきことをきちっとやった方がいいし、はい、それによって、ね、相手がいいボール返してきたり切り返してきたらもうそれは仕方がない、うん、それは割り切ってやらないと、はい、せっかくこう集中してポーカーフェイスでやってるってことは気持ちの上での割り切りっていうのも絶対必要だから、はい、OK、行きましょう、はい、ありがとうございます、うん、グッドファーストサーブで、はい、うん、セカンドサーブも怖がらずに、はい、ファーストサーブでしっかり回転かけれてるから、はい、それを2球打つつもりでいいです、はい、うん、勝負行きましょう、勝負勝負、ゼロスリー、オッケーオッケー、ナイスプレイナイスプレイ、いいパターンです、はい、ちょっと2球目集中ですね。さあもう一本、はい、シーン、うん、はい、はい、ラブサーティ、はい、ナイスサーブ、サーブ、さあ強気ね、強気な姿勢で、ねじ込んだ、フレーム気味ですね、じ込んだ、はい、出す、えい、サブ、さあもう一本いこう、ありがとうございます、はい、ほー、ナイスサブ、さあ、あ、前向きな姿勢でね、ありがとうございます、さあいいトスでいいタイミング、最高、はい、OK、 ナイスプレー、ナイスプレー、すいません、呼吸だけ整えてね、呼吸だけ、はい、深呼吸して、サイドは選んでください。はい。うん、こちらお願いします。サイド。さあ強気でいこう。強気で、はい、強気で。トス低めに。リズムよく。オッケー、ナイスライス。ごめん。
ございます。スピーカーでこうちょっとポジション前にしようか、結構ワイドくるからコンパクトに強気でいっていい、真ん中に返していいよ。そう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 、あ、もう一本もう一本、はい、まだまだ、あ、あ、どうそれがちょっと良くないな。はい、リコちゃん、はい、ありがとうございます。じゃあ、お願いします。そう、ソーリーでいいです、ソーリーでいいです。OK、そういうこともある。新しい技だね、今のね。なんとかポイントに。はい、はい、もう行きます。ちょっとポッポン、焦って焦ってる。1分いこう、もう1回挽回、はい、ポイント。しょうがない、これはしょうがない。てってれー。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。ただいまの結果4対1で AP リコの勝利です。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、結果は変わらなかったということでね。まあそうですね、はい、ね、リコちゃんの勝ちということで、ね、リコちゃんサーブが調子良かったです。まあそうだ ね、 そうね、特に1ゲーム目、はい、出だしが良かったんで、ね、トントントンとリズム掴めましたね、そこで ね、 ね、ちょっとワイドのサーブ辛かったですね。辛、ね、かった。そう、スピードというよりもね、角度浅いところに入るから、はい、取りにくかったよ ね、 ね。テニスの調子はどうでしたか。ちょっとサービスを改良している中、ね、掴みつつだったんですけど、ファーストゲームちょっとダブルフォルトが出てしまった、ね、はい、出てしまったことがちょっと敗因かなと、まあね、お互いの1ゲーム目っていうのはやっぱすごく大事なんだなってな、うん、今日の試合を見て思いましたね。まあ、ポーカーフェイス、そうっすね、辛かったですか。そのテーマであるポーカーフェイスのはどうだったですか。そうですね、ポーカーフェイスであることにだいぶあのそのフォーカスを取られてしまう。エネルギー取られちゃう。プレーの方に集中できていませんでした。マイナスなどちらかというと、まあ、もともと野球やってたんですけど、野球の時から自分で声を出して盛り上げて、なるほど、ピッチャーなんですけど守ってこうぜみたいなことをやった方がいいよと、 あんまり淡々と投げてるのは良くない、うん、守備のリズムが悪くなるよっていう当時のコーチの教えだったところが、ね、多分小学生の時から積み重なってるで、うん、下も上も含めて、うん、あの出していく方が、うん、なんか自分のメンタリティ的には非常に楽だなっていうのは感じ
ました。あとちょっと笑いをこらえるあのフレームのねそうスマッシュ、そうそうフレームのスマッシュとかリコちゃんは大笑いしそうだね、うん、ちょっとポーカーフェイスの人とやってみて、リコちゃん、はい、どんな感想でした？負けてる時に相手がポーカーフェイスだとちょっと不安になるんですけど、うん、今日は私がリードしてたんで、うん、もうこのまま私がどんどん元気出していったろうっていう感じでなるほど、ね、ちょっと逆にやりやすかったです私は、うん、あれ企画が失敗なのでも連続したさポイントを失わないようにするっていう意味ではポーカーフェイス大事ですよね、はい、この自分がビビってるとか例えばこうなんか感情的に怒ってるっていうところをやっぱグッと抑えるのもスポーツ、はい、このテニス大事だしね、はい、相手にあんまり悔しがる、うん、もちろんみんなねこうミスしたら悔しいし、ねね、場合によってはラケット投げたくなるようなところをグッと抑えてやるっていうのは大事だと思うよね、うん、ちょっとそのミスしたりそれこそまあフレームじゃないですけど、うんまあ、ちょっとね番組的にはいいのかもしれないですけど やっちゃったみたいな時にやっちゃったってリアクション取るのがちょっと癖になっちゃってるなっていう感じはしました。なんで皆さんにね見てほしいっていうのもあるからね、ちょっと負の要素はポーカーフェイスで取り入れて、やっぱりポジティブな面とか、もっとね、こう、どちらかというとなんか喋りながら、はい、楽しそうにやる方だけをちょっと活かしてやっていくと、つながる次の勝ちに。はい、まあ格上とやるときあんまり淡々とやるのは良くないですよね。まあ普通にやったら普通に負けるからね。それはね元気出してガッツ出して挑んだ方がいいし、足つってても釣ってないよっていう雰囲気を出すのがやっぱり大事なことだからね。ただまあメンタルにこう少しねテーマを抱えてる人も中にはいると思うんで、うんはい、こういうやり方もまあちょっと試してみてもいいかもしれないですね。やってみて、あ自分はもうちょっとね出した方がいいと思うんだったら、うん、その度合いをね、うん、考えればいいわけであって、うん、何でもその100か0かじゃないから、うんはいうん、まずコントロールしてほしいですね。メンタルトレーニングだと思って、はい、そうですね。はい、してみてもいいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回は小野田プロ、上杉プロ、そしてキワちゃんがですね、アンバサダーを務めるプリンスさんの、ツアーシリーズのラケットをご紹介していきたいと思います。はい、ツアーシリーズというのはですね、皆さんファントムシリーズ、ツアーシリーズ、ビーストシリーズ、エンブレムシリーズですね、まあ、主に4シリーズあるプリンスさんのうちの、まあ、ちょうどその一般プレイヤーと競技者と、まあ、幅広くご使用いただけるモデルということなので、まあ、ちょっと小野田プロにぜひ感想をお聞きしたいですが、まあ、この形状がやっぱりボックス形状ということでやっぱしなるで、しなるイコール飛ばないんじゃないのっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これはしっかり振り抜きもよくできているので飛びもタッチも両方いい角度で打てると、非常にこうバラエティも あるラケットなので、ぜひ皆さんに使ってほしいです。一般的なそのいわゆる競技者向けのモデルって、まあ、ちょっと芯を外したり、はい、スイングスピードが遅かったりすると飛ばないっていうイメージがあると思うんですけれども、スウェーデン製のテキストリームカーボンというものをですね使用しているので、多少芯を外しても大丈夫、外しても、まあ、フォローしてくれる、鋭いスイングをした時のボールが収まってくれるという。上杉プロはいかがですか？そうですね、この95も一番この中で振り抜きがすごいしやすくて、でかつ点でより狙えるコントロールもすごいこのボックスのおかげでサポートしまいつつなるんで、他のラケットより自分の好きなように扱えるラケットかなと思います。まあ、95、98、そして100と、まあ、ラインナップが豊富なところもツアーシリーズの、まあ、非常にいいところかなというふうに思っていますが、はい、キワちゃんはいかがですか？この2つ打ってみて振動が少ない感じがしました。お目が高い。そうなんですここにですね、今回新たにですね、今までのツアーシリーズになかったフェアバイバイブレーションシステムというですね、まあ振動止めのようなものが、まあ、このグリップのところに搭載されているので、疲労だとか、まあ、プロの方もまあやっぱり3セット5セット長い戦いになっていくと、やっぱりちょっとした芯の外しが疲労につながってくるっていうところで、まあ、そこも軽減してくれるような、まあ、最新のラケットというふうになっております。そして何よりも今回色ですね、やっぱこのすごいよね、ちょっとない色合いですよね、うんうんうん、ちょっと白のところにこうカラフルな文字が入っていると。白も真っ白じゃなくてちょっとやっぱりメタリックのキラキラが入ってるんですよ。それで塗装されてツヤありになってるんで、前回のモデルよりはなんかこうキラキラってしてるように見えて、非常にかっこいいおしゃれな
見た目もスペックも刷新されたそのシリーズですが、皆さんもぜひ、試していただきたくですね、プリンスさんのですね、公式の、ホームページの方からですね、まあ、この打ち比べたりすることができる、まあ、レンタルのサービスもありますのでですね、ぜひあのお店や、まあ、そういったサービスを利用してぜひ皆さんお手に取っていただいてですね、この機会にツアーシリーズ試してみていただけるといいんではないでしょうか。そしてなんと、そしてなんとなんです、この100インチのですねラケットですね、軽い方と重い方あるんですが、各1本ずつですね、視聴者のスタテニを見ている方だけにですね1本ずつプレゼントするというキャンペーンも行いますので、ぜひ皆さんご応募お待ちしております。ということで今回はツアーシリーズのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインテニススクールチームスタテニ、チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。だけじゃない、必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。